はいどうも、ちゃん保育士高井チャンネル始まりました。よろしくお願いします。保育士試験不合格体験記ということで、二次の実技は舐めちゃダメだよっていうのをお話ししていきたいなと思います。知点抜刀しながら筆記試験を受かるとですね、試験後2ヶ月ちょっとで実技の試験があります。よく聞かれるんですけど、高井さんピアノとかできるんですか？全くできません。音符もギリ読めてないです。ドレミファソラシドしかわかんないです。実はピアノは弾けなくても大丈夫なんですよね。実技の試験っていうのは3つの技術のうち2つを選んで実践するっていうのが試験になってます。音楽表現、造形表現、言語表現。私はその造形表現と言語にかけて音楽をしてました。まず言語表現っていうのを少しお話すると、これはもうシンプルにですね、素話です。決められた時間、3分内に課題になっている4つのうち1つを選んで、園児たちがいる状態をイメージしながら素話を行うと。で、私は3匹の子豚を選んで、とにかく暗記しましたね。で、それは難なくクリアしたんですけど、私がハマったのは造形美術なんですよ。造形美術っていうのは決められた時間内に決められたお題を仕上げていく。私が落ちたお題っていうのはですね、なんか4歳児クラスに来た地域の老人ホームのお年寄りが昔遊びを教えに来てくれました。お手玉やあやとりを教わりながら一緒に楽しく遊びました。条件っていうのがあって、お手玉やあやとりをして遊んでいる様子が分かること、保育室内の様子が分かること、子供2名以上、保育士1名以上、お年寄り1名以上を必ず書いてください、色をつけて仕上げなさい、これを45分でやってくださいっていう話なんですよ。何やねんお年寄りって、練習してないよお年寄り。45分以内に完成させないといけないのに、ばあさんばっか書いてたんですよ。ばあさんばっかすごいめっちゃいい感じに書いてしまったら、あとが雑に仕上がっちゃって、で落ちました。年寄りの方と交流する園児っていうのは実際ある風景なので、でもその想定できなかったですね。で結果的に僕は完成させられなくて、落ちちゃったっていう。色を塗って完成させるっていうことが合格の条件なので、色塗りが終わってないとか、2人描きなさいって言ったのが1人しか描いてないとかだと落ちます。残酷やね。でもそれさえクリアできれば二次試験は 85% 以上の合格率ですよっていう話でした。保育士はですね、不況に強い業種だっていうふうに言われてまして、今でも全国で保育士は7万人足らないなって言われてるごとくなんですけども、常に雇用は安定してるのかなと。少子化になったら保育士いらなくなるよねって。確かに子供が減ると、見る大人の数っていうのは少なくなるんですけど、子供が減ってるっていうことは、大人も減ってますんで、子供の数は減ってますけど、見る大人の数も減ってるので、突然ですね、全部いらないわみたいなことにはなっていかないんじゃないかな。で、むしろ今は一人一人の子供に丁寧に関わっていこうっていう保育を保育指針としては押し出しているところがあるので、子供が減るから、人もいらなくなるんじゃないっていうのは一部当たってますけど、全部そうではないよっていう感じですね。ぜひこの機会に保育士試験を受けるなり、寄せ子に通ってですね、一人でも多くの保育士さんが保育の業界に来てくれたらいいなって思ってます。それでは本日はここまでにしたいと思います。バイバイ。今回もご視聴最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録と評価のいいねよろしくお願いします。また次回も見てください。バイバイ。